特殊器代、特殊壺、特殊器代、特殊壺、特殊器代、特殊壺は、弥生時代の後期紅葉に、木々地方で生まれ、華麗な文様を施し、煮で赤く塗るなどの装飾性に富んだ、大きな筒型、壺型の土器で、主張の埋葬祭祀に使用された。これらの特殊土器類が発達し変遷して、遠藤埴庭の発生や成立に関係した。特殊代 特殊蕾型河原家とも言われる。特殊期代、特殊蕾の出現は、弥生時代中期以降で、後期に特に発達、普及するが、古墳時代前期には衰退する。この現象から特殊期代、特殊蕾が、最古の前方後円墳はどれか、最古の前方後円墳はどこにあるかを追求する有力な手がかりの一つになる。弥生時代最初期から、形が、 少し後に機材が現れる。機材はサイズが大きく、装飾性が強いことなどから日常的には使用されなかった道具と考えられる。機材は壺、亀、皿など様々な器物を載せるためのものであるが、壺に皮脂湿度数は極めて少ない。弥生時代中期頃になると壺と共に機材が各地で見つかるようになり、機材に壺などを乗せて祭祀に使われたのではないかと推測される。 収穫祭には、収穫された米で作った酒や新米で作った粥を、壺に入れたり、様々な形の機材に収穫物を乗せ、神を招き、神の前で、共に飲食し、神に収穫の感謝や願い事をしたのではないか想像できる。そのような儀式を、相かつて、愛なめ、直らいといった。これらの儀式を、血縁があり、 集落の人々と親しかった主張が取り仕切って、酒を飲み、食べ物を分け、また、国霊や田の神、水の神、山の神、土地の神など様々な神に酒や食べ物を捧げたり、祈祷をしたのではないだろうか。この祭祀の道具建てとして、器祷と壺が、弥生時代の中期に主に西日本で広く、使われるようになった。この頃の普通器祷は、器形が、 比較的長く細身だが、後期前用には、次第に重量感のあるものに変化していく。後期後用になると、機材は、非常に重量感を増して全体に、文様、挙子文、沈線文が描かれるようになり、上部と裾の間が長い筒状になり、方形の透かし穴も見られるようになる。壺は、首の長い葉の字の形になり、この要素は、特殊壺に引き継がれる。 後期中葉から後期紅葉に線る頃の機材と壺の中から特殊機材と特殊壺が生まれる。この二つは微中南部に現れ、機微中に広がっていく。特殊機材と特殊壺が出現する頃になると、機微ではムラムラで普通の機材と壺はほとんど使われなくなる。特殊機材、特殊壺は弥生時代後期紅葉の森土田主張帽。 風宮墓からしか出土していない。それまでは、村々の収穫祭に神を呼び祭祀を行う時には、通常の木台と壺が使われていたが、亡くなった主張の祭祀には、普通の木台や壺に代わって、特殊木台と特殊壺が使用されるようになった。祀られる主張は、集団の中心であり、主張の先祖と共に神格化していき、集団の祖先神が祭祀の中心になってきた。 そこに、イケや、イフなどの気持ちも働いた。そこで、亡き主張の霊力や祖先神の霊力を次の主張が受け継ぐ儀式が行われた。その道具立てとして、特殊機段や特殊壺が使われるようになった。基本型は筒型で、アルファベットの I 字のように上下端が大きく、外側に広がっている。上端部の縦幅が十五センチに達するものもある。下端部も、 機体を支えるに十分なような台形をしている。機体の高さは7、80センチから1メートル10、数センチに達するものまであって、普通の機体が20センチから40センチほどであるのに、比べ、大変大きい。頭部の小道も30センチを超え、さらに40センチを超すものもある。頭部には、多賀状の隆起体が6から10条ほど巡り、制作時の補強の役を果たすとともに、 頭部自体をいくつかに分割、区分することになる。すなわち、毛糸の束をひねったようなあるいは、波が抽象的に描かれているような個体文様、あるいは、綾杉文、複合写線文、虚子文などからなるへ、久し沈潜文様体と文様のない横書きの沈潜文館体とが交互に繰り返され、頭部全体を彩っている。このように、特殊機材には、 縦分割の文様と横に走る文様との2種類がある。文様体には透かし穴が開けられ、個体文様の場合には、文様中心部に巴型、上下に線形内視三角形となり、あやすぎ分、複合射線分、虚子分などの場合には、縦長の長方形となる。外面全体と公園部内面に主が塗られた痕跡を持つものが多いが、その場合、 制作時に粘土の輪を積み上げるごとに塗られたものがあり、制作自体が充実的儀礼のもとに行われたことを示している。使用された粘土には特別なものが選ばれ、また角栓石などがしばしば混入され、焼き上がった後の色層は特有の褐色の地肌をしている。首の部分は歯の地形で少し伸びていて、胴部は左右に広がっており、大型。 厚手で、どっしりとした安定感がある。後頸部は二重公園で、縦幅がある。頸部は髪型に、ややすぼまる筒型で、横走する、沈線分ない使用線分で飾られ、その果敢、剣部に接するあたりに、列点分が施されている。そこは平底で、焼き上げた後に線香が見られるのが普通である。玉ねぎ状に、針の強い道具には二ないし産畳の他が、または、 幅広の隆起体を貼り付け、その間に、虚子文、甲子名文などを描き、隆起体の髪型にあたる道具に数畳の鎮線文を施す。2が、外面全体に塗られているほか、特殊機材と同じような特別の土を使用している。最初に、岡山県創舎市立境石で注目されたのでこう、呼ばれているが、倉敷市縦付遺跡の立坂型、縦付、 創者市立坂遺跡の立坂型、立坂、真庭群落合町中山遺跡の立坂形に分けることが出る。基本は、あやすぎ分、虚子分、あやすぎ分と三角形の組み合わせ、横に走る文様は見られない。固体文様は帯をぐるぐる巻きにしたり、帯をくぐらしたり、帯を折って反転させたり、帯を結んだりしたように見える。この方には、横に走る、固体文がまだ現れていない。 公園部は10センチくらいの幅がある。そこに、いくつもの突体分が巡り、突体と突体の間に文様を施している。毛糸の束をひねったような、あるいは波を抽象的に描いたような個体文様で、この時期につけられ始めた。個体分と縦に分割した綾杉文分が、交互につけられている。広島県三地市の矢谷遺跡。 あやすぎの文様は全く施されず、横に展開する、個体文様のみ。倉敷し向き君遺跡で、初めて注目されたので、高見型という名称が使われている。三十数遺跡から出土しており、百個体を優に超えている。三次四屋谷弥生墳急墓の祈大文様は、一つの遺跡に五つの異なる文様が使われている。特殊祈代と特殊壺は、 修行から検出された。他に、岡山県鉄製町、西遺跡から3個体5種類の文様、岡山県真備町、西山遺跡から2個体2種類の文様が出土している。高気身型の文様は一つ一つ全部違い、立坂型と比べて線がやや太めで硬直している。この木のある時期から壺を焼く前からそこにはそこに、穴が開いていて酒などを入れないように作ってあった。 終末型には二つの型がある。野党地産と宮山の形式で、それぞれ一遺跡しか知られていない。両方から出土した特殊壺からほぼ同じ時期であることがわかる。この木の特殊壺は、二重公園の端木きに似てきている。壺の底は焼く前から穴を開け、中には酒などが入らないように作られていた。岡山市野党地産遺跡、古墳、高期見型が崩れて、 省略されて、ある程度の変遷をし、その最後に来る、終末期の一つの形式であり、野党地産遺跡からしか出土していない。特殊壺の公園体には、挙子文が描かれている。宮山型特殊機台は、日々では、総社し、宮山遺跡の宮山遺跡、古墳からしか出土していない。特殊機台の公園は分厚く、先が内に傾いており、特別な公園部をしている。 文様は、立坂型や、高気味型には見られず、野党地産の文様を拡大したよう文様で、同じような個体分の線を二本、三本と平行に、重ねて横へ展開させて、それを短い直線で結んでいる。文様が非常に複雑。新しい種類であり、新しく考え出された文様である。特質棒の後円体や首には吐き目が施されている。 宮山型特殊器台は、紀々で1遺跡から、大和で4遺跡から出土しているが、どちらが初めに作り始めたかは分かっていない。出現期古墳の一つである、奈良県の橋墓古墳は、3世紀頃の築造と考えられているが、同古墳からは、宮山型特殊器台を出土しており、古墳時代の四季は終末型特殊器台、特殊壺が現れた頃に近いと考えてよい。 橋墓古墳の他に、西と野塚古墳、天理市の中山大塚古墳、120メートル、橋原市の弁天塚古墳、およそ100メートル以上などの比較的大型で、前方部がバチ型で、最古式前方公園墳から、宮山型特殊機材が出土している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。